はい、それを少し左払い、右払いある文字ね、をちょっと書いていきたいと思いますね。糸編ですね。糸編、書きます。この線短くね。で、こういう形にして、右払い、止め、払いですね。止め、払い、思い切って伸びやかに。振るっていう字もそうですね。払う、払う。しっかり立て、まっすぐ。思いっきりよく書くように左払いですね。右払いも止め払いしっかりしてもらって、あの線が冴えるようにね、ゆっくり慎重になりすぎると線がこうちょっと鈍くなるので、思い切って人差し指使って払いの線ですね、早く払いの線、早く払いの線は思い切って早く早くですね、書くようにしてみてください。はい、続いて段課題ですね。段課題はやっぱり連綿が難しいんですが、人差し指を伸ばして少し指を伸ばしてですね、握って書くんではなくて少し伸ばします。伸ばしてここスペース作ります。してなーからやーにくときに思い切って指を振るとしっかりと連綿が書けます。 C から金もそうですね。こんな感じ、割と息長く書くことができるので、やっぱり少し指を伸ばしておくことが大事ですかね。少し指伸ばした状態で C からラ、ベまで3文字ぐらい一息でいきますかね。で、一息入れてゆっくりですね。3文字一息で書いていくイメージで、3文字ぐらいまでは余裕で書けるような、スペースですね。ここ、しっかり開けて指を伸ばして、上からスタートして3文字は一息で書けるような状況でね、書くようにしてみてください。はい、続いて横書きですね。横書きはバランスが難しいんですけど、心っていう字なんかアンダー揃えてこうですね。で、画数の字もあまり大きくなりすぎないように気をつけて、耳を細く書いて、真ん中の音っていう字も細く書いて、近くから遠くに引っ張り出していく感じでね。剣という字もそうですね、幅広くなりがちですけど、少し寄せてもらってうまく収まるようにね、ありがた、がたいですね。がたいという字も左右のスペースをうまく絡ませるように書くとバランスよくなるかと思います。まあこれぐらいですかね。この両用の両も難しいですね。山枝で書きます。左に思い切って払って、左に行った分、ほんの少し中は右に少し逃がすイメージね、書いてもらってもバランス良くなると思います。まあこういうところ気をつけてやってみてください。